ちゃん大丈夫？息できてる？やだ、何？お花と一緒に入ってきちゃったのかしら。何やってんだよ、鳥。 CM と。これが噂の喋るとお？お？娘よ、大胆だな。私、鳥アレルギーなの。見せて見せて。大丈夫？ごめん、まただ。やっぱ鳥苦手。苦手だって。で、場所は？うさゆさんが倉庫貸してくれるって。へえ、よかったじゃん。どうも、おいっす。おお、俺に会いたいというのはお主だったか。おいっす、ミスター。あ、こっちゅう。血迷うな、小さき娘。それ、あ、これ。いや、もう勘弁してください。いや、よいしょ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 、あ、ごめん、シュシュ、激しいぞ娘、これも愛の表現なのか。では失礼して、かわがって、え、あ、これは醤油、みりん、にんにく、生姜一かけら、一晩熟成、あ、くしゅ、な、なんだその不安になる呪文は。こりゃ一体何事だい。明日も徹底的にやるからな。まさかチョイさん、そのくしゃみは俺の弱々しい姿にキュッと。それはない。あ、ですよね。なんか出ろ、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 なんか出ろ。しおり、じゃあね。なんて言えば、そのお断りします。私は森屋の娘でくしょー。王子、このように娘は私に惚れている。だから申し訳ありません。実を申しますと、このこと一度も占いをしておりませんでした。